光風太郎高校パビル、イエー DJ 行ける準備ですか、大粒ファイイエー MC パビルはシード特別扱い、特別な舞台に上がってくるなら俺よりも先に上がって覚悟見せろや、とか言っとくそれぐらいのことできないぞ、大粒ファイトのシードってもうはこんなもんだぜ、一発目から舐められたら終わるかさ、シード売りつけ、それは特別扱いじゃねえ運命だ、お前が無事と得られなかったことに対しての悲観か、かわいそうなら別にシードなんて関係ねえよ、バトルここだけの熱さだけを見せる内容はどこに行こうぜ、そしてどうぞ、かわいそうですがシードいらねえんなもん、一回戦から勝ち上がってみせるぐらいの気合が必要だってもんだろう、別に飽きた背負って東北さっきも言った、それぐらいの魂で来てるんだ MC パビル、神話に例えりゃ必ず崩れるパベルタワー、ああそうです、パベルタワーここで最初の原点の時に言われた、俺はただ高いここからあなたのことを見下ろしてやるぐらい、立ち上がるフーダロップなのぐらい仕事してねぐらい、ラップで見せるバカにされちゃいけない結果残ったここにやってきた、決めよー、熱いね、バチバチやってね、じゃあ先行フーダロが勝ったと思う人、高校 MC パビルが勝ったと思う人、フーダロの勝利、拍手お願いします。1回戦からもう血圧上がるね。